人に少しでも喜んでもらえることは、作った料理を友達に食べてもらうから始めればいい。こうやって喜んでもらえるんだとか。最高の自分スタイルを掲げる SPEC 代表本田正幸が若者へ伝える今日のテーマは、あはは。い、皆さんこんにちは。表参道で若者を本気で応援する会社を経営する本田です。このチャンネルは、私が学歴、お金、コネ全くゼロから表参道の経営者になった、その経験を生かして、世の中の若者たちの人生の相談や将来に対する不安や悩みの相談に乗りながら、最高の自分スタイルで生きるための情報を配信しています。今日のテーマは、将来どうしていいかわからない君はこれをやれ。将来どうしていいかわかんないんですって、うちにね、応募してくる子たちとか相談に来る子たちもたくさんいます。まあ大体定番のフレーズだよね。将来どうしていいかわからないっていうのはね、全然 OK だと思う。実際に将来そんなに簡単にわかるもんじゃないし、でまして今なんかは昔と違って何でもあるからね。別に生活に困るわけじゃないし、いろんなものが満たされてるから、だからそんな中で何かっていうものを、特別なんかこう技術を磨いてたりとかね、何かを研究してたりっていう人は別なんだろうけど、普段生活してる中で、じゃあどうなりたいとか、こうなりたいとか、こういう夢があるんですみたいなところって、なんか夢を持てみたいなことを言いがちだけど、何気に持てない時代だよねっていうことはすごい僕もわかります。なので、まあなくてもいいかなって、ないことを悪いこととかって思う必要がないっていうのが一つ。もう一つは、じゃあ将来に対して夢とか、そういうのがなかったら、じゃあ何からどうするのっていうと、まあでもなんだろうな、趣味とかあるじゃん。趣味とか好みとか遊びでもいいんだけど、まあ、例えばなんだろうな、ゲームが好きとか映画が好きとかさ、あるじゃん、いろいろね。そうしたらさ、まずその自分が好きって思うことで、人を少しでも喜ばせるっていうかさ、にはどうすればいいのかっていうのを考えてもいいと思います。自分が好きなことで人に少しでも喜んでもらえることは何なのかっていうことを考える。これね、すっごい大事なことだと思います。例えば、料理作るのが好きで、料理は作るし自分でも食べるし、ただじゃあそれを少しでも自分以外の誰かに喜んでもらおうと思ったら、作った料理を友達に食べてもらうから始めればいい。そうすると、じゃあその作り方のレシピを作って教えてあげるっていうのも出てくるよね。あとは、例えばその友達の先にいる子たちに対して、自分がその作る創作料理でパーティーを開いたりとか、交流会をして、で美味しい料理を食べながらみんなに喜んでもらうとかっていう方法もあるし、いろんな方法がある。でさらに言うと、今の時代ってやっぱりこういうさ、 SNS も含めていろんな人たちと簡単につながれるから、そういう同じ趣味とか同じ自分がやってて楽しいって思えることを一緒にやりたい子たちとつながることもそんなに難しくはない。でこれを最初から、じゃあそれで YouTuber になりましょうとかさ、それをビジネスにしましょうとか、それでできる仕事は何みたいなところにいきなりステージをガッて上げちゃうから、なんかそれじゃあ飯食えないよねとか、まあ、そういう会社があればいいんだけどないかなとかっていう話で、もうなんか100ゼロみたいな話になるんだけど、20代の若者で将来の不安、仕事の不満、今より人生を明るく過ごしたい人は、本田正幸が代表の SPEC 公式 LINE に匿名で無料相談。そうじゃなくって、自分の手元の中で、自分の周りであったりとか、自分の SNS で発信したところの近い距離であったりとかっていうところで、できることから少しずつやればいいと思うな。でそれが最終的に仕事になればいいし、ならなくっても何が大事かって言ったら、まずやっぱり自分が好きなことで人に喜んでもらえるっていう体験を積み上げることが大事。ビジネスって結局お金を稼ぐことが大事なわけだけど、お金をもらえるっていうのはどういうことかって言ったら、そのお金をもらえるだけの価値を提供するっていうことじゃん。でその価値を提供するっていうことはどういうことかっていうと、その人にそれだけ喜んでもらうってことじゃん。その喜んでもらうためにはどうすればいいのっていうのを、自分が今できることで人にこうやったらこうやって喜んでもらえるんだとか、喜んでもらえたんだとかっていうのを体
験する体感として経験するっていうことはとても大切じゃないかなって、それが結局ビジネスの本質なわけだから、例えば僕はこの春に学生たち就活生に対しての その支援の事業を1個立ち上げるんですけど、これなんかはもう5年以上前からもっと就活生元気になればいいのになって、だから就活生を元気にするために僕の持っているもの情報であったりとか僕の持っているネットワークだったりを使って少しでもこう出会う就活生たちに健全な就活、を目指してほしいなっていう思いでボランティアで5年以上続けてきたんですね、就活生支援を。で続けてきたらそこから卒業した子が、まあ、某大手の IT 会社に入って今活躍してるんだけど、その子がやっぱりあの時間があったからこれだけ自分がちゃんと軸を持って就活ができて今こんなに幸せに生きてますって、だからあの価値は本当に大きいと思うんで、できたら一緒に事業させてくださいって言ってきて、ライハルからその子を中心にして事業にしていく流れになったんだけど、じゃあ僕が最初から就活生たちに対して事業として何かをやろうと思ってたかって言ったら全然そんなことなくて、もう純粋になんか学生たちにもっと幸せになってほしいなって、喜んでほしいなって、で僕が持ってるものでその子たちが少しでも笑顔になればいいなっていうのをコツコツとこう自分がしたいからボランティアとして身近な人たちにしてたら、その子たちがいいよって言って友達を連れてきてっていう、まあ当然ボランティアだから集客とかを意識してやってたりとかっていうのをやったわけじゃないけど、結構な数の子たちが集まってきて、そう、その延長線上でその卒業生がすごい価値を受け取って、そしてこれからの子たちに自分が学んだことをこうもうちゃんと事業として伝えていきたいって言ってくれて事業化につながって、もう結果的にビジネスになったっていうだけで、でもそんなもんだと思う。だからまずは自分が楽しめてることとか、やってて遊びでもいいけどやってて嬉しいこととかっていうものを身近な人たちと分かち合ったりとか、SNS で同じような趣味を持ってる人たちとつながって、そしてなんかその楽しさを誰かに、子供でもいいしお年寄りでも誰でもいいんだけど、誰かに届けてあげることで誰かが少しでも笑顔になったり幸せになったりってするような、そういう活動を遊びながらとか楽しみながら少しずつやっていくっていうのが、とても大事じゃないかなって思います。はい、今日はここまでで、では大津さんと塚垣社長、本田さん、はい、よいしょ、映ってない、大丈夫、映ってないですか、大丈夫、大丈夫、てってれー、これ映るか、映ってない、映ってない、ああ。